はい皆さんどうも MT チャンネル MT です今日はこんな問題を見ていきたいと思いますと人代の問題ですが過去問で A と B が実数であるものに対して関数列をこのような条件で定めていきますつまり F1 というのをまず AB 固定したもので X プラス B という直線という一時関数で定めておいて、えっと、F1 が決まればこの式によって F2 が決まり F2 が決まれば F3 が決まりというふうにしてこの等式つまり全化式で関数を定めていきます 全化式といえば数列というえっと固定概念があるかもしれないですが別にあの回帰的定義といって1個前のものが分かっていれば次のものをこれそ,のそれを使って定義するという意味では別に数列に限らず関数だって定めることができます。まあ、実際各 x に対して fnx とか fn+1x プラスという数列がこれで定義されると思えばまさに数列の定義な数列の全化式なわけですけど。 まあその一般の x に対してこれで定めるという感じに見ると関数列になるのでその辺はあの本質的ではないのであんまりうろたえないで構わないわけです。で f2 ぐらい求めてもいいかもしれないですがまず方針を見ていきましょう1番は fn を求めてくださいで2番については、えっと、こんな等式不思議な等式が成り立つことを見てください証明してくださいという問題です。 1>, で1番に関して言えば方針が3つほどまず1つ目は定義に忠実に、まあ、これは一番数学的には強いわけですよねまあ文句なしという感じですで2番目は重根条件で x 1の2乗で割っているということからその1次式で割っているわけでもなくその重根10回2次式ですね x 1を重根に持つようなもので割っているのでそれが結構強烈なんですよねその条件を使うということで3つ目は、えっと、x 1の2乗で割って これを終わったショートありと見て、えっと五度式的に見ていくということをしていきます。で、実は一がわかると二がさらっとわかります。まあ一が分かんなくてもこの式自体はすぐ出るわけですけど、実は二はあのぎょっとする形かもしれないですがもう自明であります。というわけで、まあ二を先にやってもいいんですが、ちょっと面白いので二だけ先にやっていきましょうか。えっとこの式見てください。えっと出ているのが x の形状とか。 の両辺、X、のんでしょうね、まあ、この辺邪魔なんですけど、えっと、左辺見ていきましょうか左辺がまあ、X、と CK というのはとても相性がいいので今の定義からしてですねもうこうしてしまいましょうでそうすると、まあ、から、N、で、えっと、これがまさにこの定義なんですよね x fxn の形状分の分 fn マイナススプラでこれが x の k-1 く乗分の fkk ですね k マイナスの形状分の fk+1 プラスこれって何でしょう似た形の差ですねですからこちらとこちらは番号1個違いなんでこうやってこうやってこっちが。 ここが1から n までいくときこちらは2から n プラス1までいくのでこうバッサリ消えて最初のこちらと最後のこちらしか残らないので、えっと、x の0乗分の f の0マイナス x の n 乗分の f の n プラス1乗だけが残って、えっと、晴れて f0 というのは特に気にする必要はないや、えって、と、f1 ですね。 まあそのままですね。エックスのゼロ乗は一ですから、f1 マイナスエックスの二乗分の fN のプラス一。まあこれで終わりですね。右辺。ですから浮き落とするかもしれないですが、これはもう定義そのままなわけです。あのここにエックスが常にかかっているので、あのちょっとこういう小細工が必要なんですけど、一般に何が成り立つかというと、例えばえっとこれをなんかできそうな割るもので割っておいて。 小を Qn として余りを Rn とかしておきましょうかそうするともう本当に同じことが成り立つわけであとここその余りを n プラス1とかにしておきましょうかそうするとこうやってファイ n マイナスファイ n プラス1が g 倍の Qn でこれ両辺ートると1から n まで取りましょうか1から n まで取ると同じ理屈で n プラス1で、えっと、g 倍の 9n ですよね。n ていうのから、まあ、k にしといて1から n まで足すわけですけど今の場合こことここがまあこの形になっているというだけであの全く同じことをすることになります。ただその今の場合その1回の操作ごとに x というのがかかっていくので少し注意が必要ですけど原理的にはまさにこれで尽くされているわけですね。これが一般形で書いたものですけど結局その差分の和分。 差のはまあ解差数列ですよね。まあそれをやってるに過ぎないわけです。でこの余りのことを今 c k と書いて g のことを x 引く1の二乗と書いてるに過ぎないので、まあまさに、まあ、x の辻合わせはあるわけですけど、むしろあの原理的に原理的なことが分かっていればもうほぼ自明の関係なわけですよね。はいというわけで一番いきましょう。一番はもうここはさっと 2番はもういいらないですすよねねここも特に必要ないで,す、ね、で1番の方が楽しいと思いますがやはり定義に忠実にいきましょうか、えっと、定義に忠実にいきますと1の方針1からいきますとうんと、まあ、一番原理的に強くて一番原理的にあ計算という意味では全然面白くないわけですけど、えっと、Fn というのを Anx プラス B と BN とと書きましょうで。こう書ける理由はですねこれディグリーが常に1なんですねというのは最初1時で2時になって2時のもので割ってるので1時で前が1時だったら2時で2時のものを2時で割って1時やはりそれが続いていくのでこれずっと1時なんですねなのでこういうふうに置くことができますそうするとこちらが anx2 乗プラス bnx 右辺がこれ展開してばらしておきましょうか -2X ププラス1の C N プラスス、の CAN プププラララスススこちらが、えっと、公べきな順に並べておけば、c n x 二順えっと、プラスマイナス 2CN プラス AN プラス1。X プラス CN プラス BN プラス1というわけで、全化式から何が求まるかというと、えっと、AN が CN で、えっと、BN が、えっと、マイナスマイラス1の方にしておきましょうか。マイナス 2CN。 で、えっと、0イコール Cn プラス Bn プラス1というわけで、えっと、A と B で全部書くことにしましょう。Cn を N で書いた。で、今度はここに代入してしまえば、えっと、エ n プラス1が、えっと、Bn プラス 2Cn ですから、An。で、えっと、Bn プラス1が、えっと、マイナスの An というふうになって、これを求まって、で、肝心な、 初項ですけど初項は、えっと、A1 が AB1 が B なんですねこれは定義からわかるわけですというわけでこの辺ももういらないっちゃいらないですねわけでこの全化式を解けばいいわけなんですねでこれはもうこれはもう済んでいて CN は求まっていて AN と BN のこの連立式を解けばよろしいわけですでやり方としてはこれは、えっと、この連立式なのでこう代入してしまうというのが一つ手がありますえっと 方針1の1としては代入して隣接三交換になるわけですね。えっとマイナス AN マイナス1プラス 2AN つまり AN プラス1マイナス 2AN プラス AN-1 で隣接三交換の全化式になります。まあこれちょっと取っておきましょう。でそうするとまあいわゆる特性方程式これが本当の特性方程式ですけどこれを解くと。 えっと、ラムダイコール1まあ重根ですけどそうするとあの a のプラス1マイナス a のイコール1倍の a のえー、っと引く a の引く1みたいになって解くことができます、まあ、これはまあえっとず,っと,ずっと同じって感じですよねでえーえー、っと2引く1にしておきましょうかそうすると a2 が必要になってまああとで求めて 置けばよろしいという感じ、あとはこれは、えっと、階差数列で。まあ、そうですね、等差数列で、えっと、やっていくということも可能です。で、他にも、まあ、これは皆さんやっておいてください。あと、何度も答え書くことになるので、ここで一旦止めておきましょう。で、こあ、他にも、えっと、これざっと眺めてみると、足すとですね。これざっと見てみると、ちょっと、すいません、汚くなってしまいましたが。 これ両辺足してみると Bn プラス1が、えっと、Bn プラス An になってこれ一定になるんですねつまり点々点となって A プラス B になるというわけですなので結構ねありがたいんですよね和が一定というわけで Bn が分かれば An が分かる An が分かれば Bn が分かるっていうような感じなわけですまあまさにこの辺で書いたことと同じ、まあ、実はこ,こ,とこれとこれは全く同じ値なんでいいんですけど まあそんな感じですよねでこれがまあ一つあります。というわけで解いてみてもいいでしょう。でまずこれで分かったと思って次にどんどん見ていきましょうか重根条件に行きたいと思います。まあ、ちょっとまとめておくと方針値としては定義に忠実に計算していって全化式を立てて解くということですよね。その途中では、まあ、単純に連立全化式と解いて連立切算考果に持ち込むというのが一つ。あと、まあ、そ,ういうそれでもいけるしこの対称性に着目してこのううようなところから解いていくというのも一つです。 というわけで、まあ、あまりこれは今後使うことはないかもしれないですが、一応メモしておきましょう。まあ、こういうふうになるわけです。で Cn は n としてほしいという感じですね。えっと他の方針です。えっと、方針2。受婚条件というのは何だったかというと、えっと、x マイ f という多項式が x ス a の2乗を因数に持つことの必要十分条件というのが何かというともちろん x ス a を因数に持つので a を代入して0というのと微分して代入しても0この二条件と必要十分条件になりますというわけでこれを用いていくという方針もあってつまり今の場合えっとまさにこの式ですよねそれを見ておくと えっと、fxn というわけで 1, 1での値と、えっと、微分して1の値を比べてみるというだけなんですけど、えっと、同じように fn が anx プラス b と書くことにしましょう、えっと。1での値をまず代入してみると、えっと、どうなるかというと左辺が b ですねここが1る、n プラス b ですね。 イコール、右辺がここがばっさり消えて an プラス1プラス bn プラス1というのが出てきて、まあ、先ほどの式と同じようなものが出てきましたで微分して x イコール1を代入すると何が出るかというと微分すると、まあ、ちょっと計算しておくと xfn っていうのが anx2 乗プラス bn ですから微分すると2倍の an プラス bn ですね。まあ bnx だったんで,で、そうすると、1代入すると、2an プラス bn というのが、やはりこの右辺がですね、ここの因数どうせ消えるんですね。あのこの微分したものは 2x-1 の cn 倍ですから x、x イコール1代入して0。で、fn プラス1というのが AN x、anx プラス bn プラス1ですから、微分すると、ここは消えて、ここも消えて、 an プラス1だけが残るんですね。これまさにこの式と同じわけです。あのとっても嬉しいですよね。ま,あ、まず、1本目の式から a n プラス bn というのが常に一定で a+b プラスまあ、初項分かっているわけですからね。ということが分かります。で微分してというところからこの条件が出てきます。というわけでえっと。まあとはどうなんですかね。えっと、ここにえっと a+b - a。B こ,こを A たす B 引く AN 代入してしまえばえっと AN プラス A たす B イコール AN たす1つまり AN というのがえっと初項に A たす B を N 引く1回足し合わせるというわけで、まあ、N でばらしておけば一次の式で書こうと思えば N えっとプラス B という感じになるんですかね h が A なのでで BN というのが えともちろん a+b=an でしたから、えっとまあ、これも a++b、まあね、の n 倍というふうに求まるわけです、まあ、試しに n=1 ぐらい、えっと、1とか代入してみるとあなんかおかしいですねマイナス b ですねでここはよくってうーんと そうすると,、えー、っとえっと,、A b A、とえっと a+b-an すで -a+b すの n とえっとプラス a+2b すというふうになるんですかね。はい。というわけで、まあ、1ぐらい代入しておくと b になるし1でぐらい代入してるまあよさそうですね。すいません。というわけでこんなふうに求めることもできます。で最後に合同式。まあ、これは本当におまけっちゃおまけなんですけど。 えっと、合同式形でいってみましょうか合同式形でいってみるとこれちょっと面白いっちゃ面白いんですけどえっと大慈恵さんは x'1 モードの x'1 の2乗で見ると見ることにしましょう fxn の x'1 の 2乗がプラスこれでがまさに定義なわけですよね。で右辺というのがやはり ANX の2乗プラス BNX なんですがここが、えっと、AN の X-1 の2乗が0なんですね X-1 の2乗で見るとすなわち X2 乗というのが 2X-1 と同じ等しくなります。なので 2X-1 を代入してプラス BNX。 つまり 2a n プラス b n x マイナス a n という式が出てきます。まあ、x-1 の2乗が0だということですよね。それを等式として使うという感じです。そうすると、えっと、従ってこれのまさに fn プラス1の係数たちがこれらなので、fn プラス1イコール 2a n プラス BN と b n と、bn プラス1イコールマイナス a n というのが瞬時に出てきます。まあ、やってることは結局、えっと、 方針1番でやったことと同じなんですけど、うん、スピード感がだいぶ違う感じがしますね。あとはこれく段階は同じで足したら一定なのでえっ、ー、と AN プラス BN というのが一定値だとかまああとは方針2とかも細部は同じです。同じ式が出ててくれて嬉しいなという感じですねはいといとうわけで大まかに全化式を立てるやり方とそれを解くのがパ、まあ、ラパラと、まあ、全部同じなんですけど解く段階においてはその理式の段階が結構違う雰囲気がありましたね。 これはもう前科式に忠実に。忠実これは重根条件で Cn がまあ,あり手に出てこないというのがちょっとありがたいですけどちょっと抜けるところではあります。まあ、ちょっと計算すれば Cn が n になるというか最高時計数を比べたら等しくなるということも割合すぐ分かります。で合同式というのもまあこれをあのユークリッド情報だと見て x-1 の2乗というのが割る数でこれが小なのでこことここが基本のところ x-1 の2乗の差を無視するという意味ですからこういうふうに見るということも できて、そうするとまあ割合さらっと認識できるっていう感じですね。まあこの辺のあの代入計算はちょっといわゆる慣れがちょっと必要ですけど、まあ、x 二乗が二 x マイナス一ということですよね。これ慣れるまでちょっと時間がかかるかもしれないですが、まあ、慣れてしまえばとっても簡単です。で、むしろ丸二番はもう f n を求めることとは全然関係なく、一般のその先ほどこの辺に書いたファ Φn 差分 式みたいなことで一般的に関係。つくようなもの。の本当に特殊系。その X. かけるという謎の操作を一回かませた。やつなので。まあ、この辺の X. の形状分の一、直 X. の N. 乗分の一とかいうのが。その辺の辻褄合わせに過ぎないので。全然本質的ではないわけです。まあ、これなんか、まあ、完全におまけですよね。これがあの、割数ですから。まあ、そういうのを見ておくと、もう全然関係なくて。むしろ周りにいが簡単ということで。問題は丸一で。とういうようなバックグラウンドで解くか、というのが。 3, 3種類ぐらい、えー、紹介したところでありますはいいかがだったでしょうか、えー、結構面白かったような気がするのは僕だけでしょうか是非とも面白かったと思う方はコメントやアドバイス等で、えー、知らせてくださいまた面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いしますはい、では次の動画も是非とも見てくださいさようなら